新宮古墳は、兵庫県丹波笹山市分家にある古墳。形状は円墳。高下古墳群を構成する古墳の一つ。丹波笹山市指定史跡に指定されている。墳町新宮神社社殿兵庫県中東部、篠山盆地北園の山麓に築造された、大型円墳である。一帯では本古墳の他にも小古墳が分布し、高下古墳群として認知される。 噴球前に鎮座する新宮神社はかつて噴町に鎮座し、江戸時代に旧社電跡が掘られた際に副葬品が確認されているほか、1968から1969年に測量調査が実施されている。噴径は円形。直径52.5メートル、噴町部直径17.5メートル、高さ7メートルを測り、円噴としては、 丹波笹山市引いては丹波地方で最大規模になる。墳糾は2段築成墳糾表面では円筒埴庭が検出され、墳糾周囲には集合が巡らされる。副葬品としては江戸時代の乱屈時に甲冑たちが確認されたことが知られる。また付近に所在する小古墳は一説に本古墳の倍長とみられる。 この新宮古墳は古墳時代中期の5世紀後半頃の築造と推定される。一帯における名詞的古墳に位置づけられるとともに、後世の滝群画につながる歴史性を物語るとして重要視される古墳になる。古墳域は1958年に旧市の山町指定史跡に指定されている。ありがとうございます。